皆さん閉じ込められるかもって考えたことありますか？みんながこれを持っててすごく便利に役に立つケースっていうのが一つだけあります。はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回は隊長、はい、一つめっちゃ気になることがあって、ないない、最初にお聞きしたいんですけど。おう、どうしたの？僕このチャンネルちょっと編集させてもらうことになって、うん、お子さんへの気遣いになったんですけど、うん、外出先で災害が発生した時に、うん、何かあるんじゃないかなと思って、僕一応モバイルバッテリーだけは持ち歩いてるんですよ、うん、はいはいはい、大事、めちゃくちゃ大事、はい、うん、でそれ以外のもので何か必要なものがあれば隊長にお聞きしたいなと思って、うん、ああ、外出先ね、はい、例えばやけど家から距離が遠い場所に行くっていう感じ。そうです、ね、それは知ってる場所なの、それとも知らない場所なの？そうですね、まあ職場とか多いのかなと思うんで、うんうん、こう職場とか、うん、まあ、遊びに行くとか。遊びに行くとか、そうですね、なるほど、うん、まあ、そのケースで言うと、うん、じゃあ僕が普段から持ち歩いてるものは何かとかの、まあ、参考例を出しながら、そうですね、言っていこうか。はい、じゃあちょっと今日あるかどうかもわからんけど、はい、あるやつをちょっと揃えてくれ、まとって、お願いします。じゃあちょっと紹介していくんだけど、はい、まず外出先だと防災バッグとか非常持ち出し袋っていうのはちょっと負担になるケースが多いと思うんだけど、まあ、非常持ち出し袋って世間で言われてる非常持ち出し袋って僕からしたらめちゃくちゃ負荷が重いと思ってて、こんなん誰が持ち歩くで、例えばの話で非常飲料水2本入れてたりとか、けど普通じゃないと思うよ。そうですね、非常飲料水2本と非常食入った非常持ち出し袋って、もう皆さんネットで非常持ち出し袋で調べたら出てきますよ。これを持って災害じゃ逃げろみたいな感じやねんけど、はいはいはい、いやいや食料とかそんな二の次やと、うん、ほんまに思ってる派で、はいはい、災害発生しました、ガシでどれぐらいの割合なくなってるか知ってる？ニュースで見たことないやろ、はい、東日本大震災でガシでなくなりましたってある？いてるんすか？ほぼおらんわけよ、はい、ってことは、はい、非常持ち出し袋に入れんなよっていう派やねん。だから僕はそんな非常持ち出し袋入れへんけど、ほとんどネットとかの非常持ち出し袋とかやったら入ってるケースの方が多い、うん、大手はそういうのも何も考えずにビジネスとしての防災バッグばっかりやから、はいはいはい、まあ入れるだろうなっていうところやから、はいはい、そんなんもう僕そもそも違うよっていうことを大前提にまず理解しておいてください、はい、じゃあ何を僕が持ち歩いてるのかというと、まず一つ目、はい、はい、紹介します。これは可愛いちょっとピンクやねんけど、はい、これは子供にもそうだし僕の家族ね、妻にもそうだし、はい、僕もこれはずっと持ってると、うん、これ何かわかる？防犯ベルみたいな。ほんま？え？防犯ベルです。防犯ベル防犯ベルです、はい、この音の大きさわかる？めちゃめちゃでかいですね。めちゃくちゃ大きいやろ、はい、こういうのは子供たちって笛を吹けとか高齢者とかもそうだし、笛を吹けとか言われてもちょっと、はいはい、いけるかな、肺活量みたいな、はいはいはい、で安い笛はクソだよみたいな僕言ったりしてて、その全然肺活量も使わないとならへんやつなんかクソみたいな話を僕何回か言ってて、どんな笛をね、皆さん防災のプロじゃないしコストを下げたいから、まあこれあったらいいよね、笛買っとこうと思って買ってる方多いけど、はい、いざとなった時にその笛が鳴るか分からへんやんか。確かに。しかもそれが僕だったらいいけど、肺活量あるケンケンやったらいいけど、子供とかおじいちゃんおばあちゃんはどう？そうですね、はい、っていうところから僕はもう自動で音が鳴るようにまずはしてますと。 SOS、 これは防災にもそうだし防犯にもそうだね。防犯ブザーじゃないって今言った通り、はいはいはい、防犯にも役に立つと、はいはいはい、だからこういうのってはい持ってください。重い？めっちゃめちゃ重いわけないやんか、はい、なんこんな手のひらサイズのやつ、はいはい、だからこういうのを外出先には持っていくようにしてます。確かに。はい、じゃあ2つ目、これは多分ね、はい、まあ、もまた拳の中に入るぐらいの大きさのやつ、はい、これはちょっとだけ伸ばしていい？はい、伸ばしていい、はい、ちょっとだけ伸ばさせてもらうと、はい、消防士以外持ってたらすごいって感じ。はい、何か当ててクイズ。消防士以外が持ってたらすごい、うん、消防士なら別に持ってて普通ちゃうって感じ。なんですかね、その手のひらサイズ、うん、はい、はい、残念です。はい、多機能プライヤー。あー、これはまあめちゃくちゃいい多機能プライヤーやねんけど、はいはい、ハサミにもなったりとか
ナイフにも出てきたりとか、プラスマイナスドライバーも出てきたりとか、缶詰であったりとか、栓抜きであったりとか、こういうのもいろいろついてる、はい、多機能プライヤーってやつね、はい、もう僕は持ち歩いてる。外出先に何かあった時に持ってみて。軽い、すごい軽いですね。めっちゃ軽いやろ、はい、余裕で入りますね、カバン。そうで、まあほんまにこれレザーマンっていうめちゃくちゃいいブランドのやつやねんけど、これはね、実は言うと、はい、消防を辞めるとき救助隊の、僕レスキューって言ってるの、救助隊におったわけよ、はい、その救助隊の先輩方から、お前これで人の命守れよって、これからでもって言ってもらったやつ、選別みたいな。そうだから、この消防士ってこういう多機能プライヤーとか、まあ、レザーマンとか、まあ、いろいろ言い方があんねんけど、はい、まあ、こういうのを常に災害現場に持っていくから、なんかあった時に、あ、なんかドライバー欲しいとか、ナイフ欲しいとか、カッター欲しいとか、ハサミ欲しいとか、ちょっとなんかマイナスドライバーみたいなこじ開けるやつ欲しいとか、なんかなった時にこういうの一つがあったら便利だよねっていう。それ、ちなみに職質された時大丈夫ですかね。あ、大丈夫だと思う。です、災害用で持ってます。災害用で持ってますっていう、そのナイフの刃渡りもこんなんかな。確かに、別に危険か、切れ味もそこまで抜群かっていうと、これはまあ抜群やけど、まあいけるんじゃないっていうところと、いやいや、体調何かあった時ってなんやねんって今疑問に思った方も多いと思うし、僕が消防経験じゃなかったらそこを疑問に多分思うから、皆さんお伝えすると、みんながこれを持っててすごく便利に役に立つケースっていうのが一つだけあります、はい、これは何かというと、閉じ込み事案。お風呂場に閉じ込められました、トイレに閉じ込められました、エレベーターに閉じ込められました。こういうケースにこれは絶対あった方がいい。ほんまにみんな自分なんか閉じ込められへんと思ってる方がほとんどだし、災害で防災対策してくださいってなったら、地震の揺れとか なんやろな、もう今の世の中の防災対策って被災生活のための防災グッズばっかりやんな。僕はそんなんいらんって言ってるやん。被災生活なんかも支援物資があるし、まあけどこれがあったらいいよねっていう別の視点から皆さんにお伝えしてるんだけど、皆さん閉じ込められるかもって考えたことありますか？全くないです。全くないの？ないですね。そう、全くないからこそ、はい、大阪北部地震とかのね、実際震度6強があって、僕救助現場行きました。救助現場の8割9割閉じ込めですと。もう消防士、全国の消防士、友人の方皆さんもいるでしょ、消防士。災害があった時に閉じ込め事案ってほんまに発生するの、それって珍しくないのって聞いてみてください。絶対発生しまくるし、ほとんどがそういう現場やと思うで、閉じ込めなんかもうみんな怒る可能性あるから気をつけやみたいな絶対言われるから、それぐらい珍しくない。だからこういう閉じ込めとかにもなった時ね、本来閉じ込められても出れたら津波に逃げれる可能性もあるよね。あ、そうか、自分が閉じ込められた時にも中から帰れるとか。そう、そういうことですね。だからこういうのは持ち歩いてるかな、外出先こそかな。なるほど。はい、じゃあ続いて3つ目、はい、じゃじゃーん。あ、はい、なんか以前言いました。そう、毎度おなじみ、僕はこれも絶対に外出先にはやります、はい、これ300円で、高機能 COB ライト、SOS もできます。おで、なおかつなんで普段から持ち歩くかというと、普通にタイプ C で充電できます。充電器で、マグネットついてます、はいはい、マグネットで、冷蔵庫とか、まあ、どこでもマグネット機能でつけます。カラビナつければここにぶら下げれます。今俺こんな服着てるからさ、防火管理の仕事で点検回っとってんけど、防火管理ってどういうことするか知る？はい、皆さん、あのレスキューハウスってね、いろんなマンションであったりとか共同住宅とか商業ビルとか医療関係の入ってるテナントさんとかをファイヤーセキュリティってね、僕たちがそこの防火管理として立つんで、皆さんその安全を守ってると。まあそういった時にはね、まあ何してるかというと、避難経路が大丈夫なのかとか、火器の取り扱いってどうなのってやったりとか、それをこそ消防計画っていうのを作って、南海トラフに臨時情報発令されたらどういう動き取る？わからんやろ、そういうのをちゃんとマニュアル化していって整備して、そこを利用するお客様とかの安全、そこを働いてるスタッフの安全っていうのを守ってる。まあこれがレスキューハウスがやってる防火管理のね、サービスやねんけど、まあちょっとこれに興味あるよっていう方はぜひ問い合わせで、興味あるって言ってください、はい、さあ、はい、僕説明しますんでね。まあその時とかにも絶対これは持ち歩いてる。何がどこで起こるかわからないから、こういうのをカラビナでここにポッケにつけて、あのぶら下げていってる。ほんまに便利。めっちゃ軽いですね。めちゃくちゃ軽い。はい、持ってください。全然軽いです、ね、これカラビナにつけてもこれがついてることすら忘れるぐらい軽いから。で、別にな、夜間で入ってやで、使いました、充電したらいいだけ、充電するだけ、はい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 、めちゃくちゃ便利、はいはい、これはダイソーのやつだけど、まあ、こうやって
立てるしね、なんか手作業したいとかでもこれ立てたいし、ワークマンとかにもね1000円とかで売ってるけど、ダイソーでも300円とかでダイソー幕売れですよっていう話を僕にしたら覚えておいてください、はい、じゃあ続いて外出持って行った方がいいのは4つ目、はい、いきまーす。じゃん、なに、え、なんかのタブレット重いっぽいものが、ケンケン多分知らんのかな、これ、はい、なんかの薬ですか、漢方薬、はい、正解は圧縮タオル、圧縮タオルこれ、圧縮タオル、ケンケンとか見たことないかな、タオルなんすか、そう、めっちゃおすすめ、ほんまに外出、すげえ、タブレットみたいなの、あ、ほんとに、すごい、タオルなんすか、そう、これフェイスタオルとかにもなるし、はい、例えば豪雨になりました、はい、このまま、ね、あっちや、ほんまは水につけたら、うん、あのバーって広がるよみたいなタオルやねんけど、うんうん、こんな感じで乾燥したままでも広げてタオルに変わりますと。汗拭いたりとか濡れたやつとかね、頭拭いたりとか、はいはいはい、で捨てたりだと。でこれがすごいところって何っていうと、ここに入ってるわけやろ、うん、怪我とかした時にこうやって開いて直接圧迫止血してあげてもいいよね。なるほど、うん、だから応急処置にも使えるし、普段から嘔吐しました、誰かが嘔吐物をこうやって拭いてあげて、そう、こういうのも何でも役に立つし、普段から豪雨になった自分の大切なビジネスバッグ、5万円ぐらいで頑張って買ったカバンさ、濡れたらどう、嫌やん、嫌です、ね、すぐ拭いたらええやん、はい、こういう普段から使ってんやん、確かに100均で何個入ってるのっていう話、これ100均やん、100均なんですね、僕めちゃくちゃ持ち歩いてる、へえ、別にこの1日もしかしたら、まあ、3つぐらいポンって入れたらタブレットもこの3つやで、はいはいはい、重い入ってるかどうかも分からへんやろ、はい、まあ、こういうのが外出で持ち歩くべき、意外と、うん、こうポケットティッシュとかも結構入れたりするんですけど、うん、ぐっちゃぐちゃになったりするんですよ、そう、はい、これならへん、ほんまにめちゃめちゃいいですよ、鼻かんだんやこれ、うん、めちゃめちゃいいですよ、そう、これ知らん人多くて、防災公園とかでもこの話したら、100均なん、絶対買いに行こうって言ってみんなそのまま走ってる、めっちゃいいです、で、あの、僕の防災公園なんか印象的に残ってるやつありますかって言ったら、タブレットの圧縮タオルですって言われて、そこかいみたいになるんだけどもっとなんかええ話してるつもりあるんですけどみたいな、そうかいみたいなはい、じゃあ最後5つ目、はい、これです、はい、はい、これ何、帽子、違う、え、知識です、知識、はい、知識です、外出先に必ず持って行ってほしいものっていうのが知識、はい、じゃあ何の知識かというと、ハザードマップとかをね、やっぱ知っといてほしいかなっていうのが最後の僕は皆さんにお伝えしたいこと、やっぱり外出先っていうのは職場でもそう、職場なんかここがどういうリスクあるよみたいな絶対用意してるから、それを一応確認させてもらったりとかさ、ここって洪水来るのとか、うん、津波来るのとか、うん、ここの避難所ってどこみたいな、うん、今日もね、一応メンバーさんおったから今日避難場所ここだよみたいな、うん、あ、そうやなみたいな話もとかしたりとか、うん、こういうやっぱり知識っていうところがすごく大切になってくる、うん、やっぱりどこで被災するかわからないけど外出先、例えば梅田行くことが回数結構多いと、新宿行く回数が結構多いなった時、新宿ってどういうリスクあるのかなっていうのを今気になったら、今ハザードマップ新宿区、新宿駅で調べて出てくるわけや、うん、かかんのって3秒ぐらいよ、だからその3秒ってめっちゃ大事なんだよっていうことは伝えたいかな、ほんまに。で、何調べたらいいのっていうと、洪水があった時にどうなるの、津波がここに来るの、土砂災害って危険性あるの、避難場所、避難所ってどこにあるのかなっていうところを、まあ、パッて見たらいいのかなっていうところが、僕は外出先のできる防災っていうところかな。電車の一駅分で見れますね。そう、一駅分で見れるね、ほんまに、うんうん、30秒あったらへーってなる、うん、それが一番大事やけど、実際してる人おる？いやしてないよね、ほんまにしてない、ね、皆さんは多分視聴者の皆さんは意識高いからしてる人がいると思うけど、それでも2割おったら、レスキュアーズの視聴者の2割が、いや外出先も見てるよっていう人がいたらすげえなって思う、こんだけ言っても見ないから、そうですね、やっぱりね、正常性バイアスが邪魔してくるからね、頭や、まあ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 、また機会があれば見ようと、ぜひコメント欄で今見たことあるよっていう人、外出先とかの職場とか、ね、よく行く場所とか、うん、友達の家とかおじいちゃんおばあちゃん見たことあるよっていう方はコメント欄で教えてほしいね、うん、そうですね、うん、でそのコメントがあんまり入ってなかったら、うん、やっぱりみんな見ないよねっていうところは再確認してやっぱり災害っていうのはね、みんなの大切な人とかみんなの命っていうのを一気に奪いに来るから、うん、どうしても、
こういうものを用意してたとしても家の命が守れるかっていうと僕はそうじゃないと思ってる、うん、こういうレザーマンとかが用意してるから命守れるっていうとそうじゃないと思ってる、うん、僕は一番最後の5つ目っていうのが大切かなと思うんで、うん、まあそれは本当に皆さんに伝えたいメッセージかな。なんかもう今回紹介していただいたやつ、うん、ほんまにどれもバッグに邪魔しないんで、邪魔しないやろ、みんなのバッグに入れれますよね。そう、ほんまに入れれるわけ、うん、じゃあ今は僕もとか、うん、こんなん別に全部持たんでいいから、うん、確かに、はい収まりました。片手で収まるわけ、はい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 、じゃあこれ重たい？全然軽いですね。普段から持てるよね、うん、じゃあ入れとこうよっていう話。いいですね。そう、これをネットの非常持ち出し袋防災バッグって調べてみてくださいと、うん、そんなん誰が持ち歩くねん、うん、誰が帰宅困難者になった時こんなん持ってんねんっていう、うん、あれはほんまどうにかしたい問題よね。そうですね、うん、けど僕たちレスキュアスさらにその企業よりも影響力がないから、うん、やっぱりこの声っていうのは伝わりづらいし、うん、なんかビジネスの防災バッグが流行っていく一方だよねって、うんうん、ネットでレビューが高い防災バッグ一応買っとこう、そうですね、うん、そこに5000円払ってもまあなんか買ってた方がいいよねっていうこともあるから買っとこう、うん、けどそんなよりかはほんまに自分たちのリスクっていうのを知って話し合った後に買っていくっていうのが大切だからね、うん、まあ覚えておいてほしいなと思います。はい、はい、ということで今回動画は以上となります。よかったと思う方はいいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を助けるために。隊長、おい、レスキューハウスの就労継続支援について教えてください。いいよ、何について知りたい？どういった方が対象なんですか？対象となる人は障害や病を抱えている方で、生きづらさや働きづらさを感じている人やで。それって家から出れない人でも行けるんですか？今はね、在宅ワークって言って自分のお家でできる作業っていうのがあるから、それでも OK。 対象者って大阪に住まわれてる方限定ですか？うん、大阪の方だけじゃないよ、関西と関東でも募集してます。興味ある人ってどうすればいいですか？興味ある方は会社のメールにまずはご連絡ください。その後僕とオンラインズームするからよろしく。